おや、ウサギさんが海を眺めています。ウサギさんの名前はジュン。ちょっと元気がないようですが、どうしたのでしょう。Ha!
思い出が増えました。こうしてトロとジュンは友達になりました。トロはまだ人を愛するというのが普通の好きとどう違うのかよくわかりません。でも自分の心に正直になる、それはとてもとても大切なことだとトロも思うのでした。いつか愛についてジュンに教えてもらえるといいですね。続く。トロとクロは海にやってきました。青い空の下に広がる青い海を見た二人は大喜びです。でもトロは人間になるための大事な旅の途中、遊んでる暇はないはずですが、
思い出が増えました。ふん。ああ、びっくりした。トロもクロも元の姿に戻れて一安心です。人間になったら一体どんな姿になるのだろう。さっきみたいな姿だったら人間になるのはちょっと嫌かも。少し不安になるトロなのでした。続く。珍しい。トロとクロが野球をしています。結構真剣なようですね。一体どうしたのでしょうか。ではちょっとだけ時間を戻してみましょう。
strike! Ouch!黒にはちょっぴりかわいそうでしたが、おかげで勇気を分けてあげられました。でもね、トロ、花粉症ってすごい辛いんですからね。続く。What?